どうも、キッシュでーす。こんばんは。イエー。見た目は人を表すって言うけど、こう見た目まで変わっちゃうと、精神もちょっとなんかチャラくなっちゃうというか、良くないなとは思うんですけれども、今はね、すごいハッピーな気持ちで毎日過ごしております。今日はですね、ヘアカラーをこの上にしていきたいなと思います。いわゆるダブルカラーっていうやつなんですけれども、それをね、ちょっと挑戦してみたいなと思います。なんかね、あんまり好きな色の金髪ではないというか、思ってた色ではないんですよね。もうちょいなんかこう黄色い、ロングのりょうさんみたいな感じにしたかったんですけど、まあ僕の髪質のせいか、もう4回これブリーチやってるんですけど、こんな感じになっちゃいました。で、もう一回一応ブリーチやろうかなと思ったんですけど、これ以上やると今度、本当に髪がプッツンっていっちゃう可能性があるっていうことだったんで、それはちょっと避けようと。で、実際ね、今かなりね、こう髪がゴワゴワしてて、結構危ない状況なんですよ。なので、なるべくその黄色い金髪に近づけるために、ヘアカラーをこの上にしていきたいなと思います。で、まあ今、もうブリーチをしております。で、その上にヘアカラーを塗っていこうと思うんですが、今回使うのがこちら。完全に女性ものなんですけど、ビューティーラボの、ホイップヘアカラー、これを使いたいと思います。はい、かわいい。かわいい。まあそんなのはさておいて、要は、まあ、ちょっと黄色の色に近い色なんですよ。基本ベージュってことで。で、まあ他にね、黄色系の探したんですけど、一番これが、まあ黄色っぽくなるかなと思ったんで、まあこれを買いました。で、まあスモーキー系カラーということで、まあちょっとこう、絵画化感じにはなると思うんですけれども、この明るさのね、毛の色も、多分この辺でしょ、僕今。だから、まあ割とこんな感じになるかなと思って。ということで、もう早速やっていきたいと思います。で、やっていきますね。で、ちなみに、まあ、前回も失敗したんですけど、気温が低かったから発色しづらかったと。で、今日は、今お昼なんですけど、だいたいもう25度ぐらいあるような日なんで、全然問題ないと思います。しっかりと染まると思うんで、やっていきたいなと思っております。このやり方が、まず、もういつもヘアカラーとかではよくあるやつ。1液と2液を混ぜて、振ってやるっていうやつですね。はい。じゃあやりますよ。うわ、すごい、かわいい。かわいい。こんな感じ。超かわいい。なんだこれ、タピオカの飲み物のやつみたいな。これ開けて、あ、もうこの中に、これ、1液と2液混ぜて、で、振るだけらしいです。パンダンパンダン。あ、すげえ。手袋入ってる。当たり前か。で、あと、アフターカラー美容液。カラーリングの後に親切。じゃあやっていきましょう、もう早速。混ぜて塗るだけだから。簡単簡単。ゴムかい。ゴムかい。やっぱこれ女性用だからちょっとちっちゃい。ちっちゃい手袋入んない。パツパツ。じゃあいきますか。これが、お、すげえ、なんか栄養ドリンクで瓶になってるこれ。じゃあこれを、ほら。栄養ドリンク、ちょっと待って、チョコラ DB じゃん、これもう。本当にパッと見。くささ、くささ、やっぱそういう匂いするのね、あなたも。で、1液混ぜて、今度これね、2液。これに、入れまーす。脇毛。はい、入れました。で、これ可愛いやつ。ジュエリー系のやつで、蓋をして。んで、まあ、約30回って書いてたんですけど、まあ、振りますね。で、泡っぽく。なんかこう、すごい、こんな感じになりました。じゃ、これを紙に塗っていきたいと思います。わ、すごい泡めっちゃ泡ほら、ちょっとやっていこうか、じゃあ早速。じゅわーっと取って、泡、めっちゃ泡。じゃやっていきます。あ、これでもこんなもんでいけるな。もうたばっくっちゃい。へえ、すごい。いや、楽しみだな。どんな色になるんだろう。そう、きめ細かい泡になってるんで、なんかムラなく綺麗に塗れるっていうことがこれの売りらしいですね。あれでももう終わりだね。簡単。いや、ブリーチの時結構時間かかったぜ。あれまんべんなくやるのすごい簡単。これ泡がさ、もうまとわりつくの。だからこう一本一本にこういう風にやる必要がなくというか、もう一気にこうまとまってくれるの髪が。すごい簡単で、あとね、やっぱブリーチと全然違う。痛くない、全く。いや、いいね。あ、めっちゃやりやすい。オッケー、こんな感じ、こんな感じです。うん、まあでも匂いもね、臭いは臭いけど、でもブリーチよりは全然いい。オッケー、こんな感じで。じゃあ30分放置したいと思います。はい、ということで30分経ちました。こんな感じになっております。
なんかちょっと黒さを増した気がするんだけど、大丈夫かな？ちょっと不安なんですけれども、シャワーで洗い流して、乾かして、ちょっと色を見ていきたいと思います。果たして、どんな色になっているのか、すごい楽しみです。はい、ドライヤーしてきました。こんな感じになりました。割とこうね、さっきはオレンジだったんですけど、ちょっと黄色が加わって、黄色とね、ちょっと暗めになったかなっていう感じで、アッシュっていうんですかね、ぽくなったんで、ちょっと上品な色になりました。一周しましょうか。こんな感じです。でもね、まあ量産みたいなやつはね、目だねまあでも、うん、こっちの方が綺麗かなって思います。なんか今風の金かなっていう感じがするんで、やっぱ色変わりますね、全然。ただね、ちょっとね、若干ハゲ感増したかなちょっとそこがすげえ気になるんですけど、まあこんな感じでブリーチをした後にヘアカラーで色を重ねるとこういう感じになりますという動画でございました。以上、キッシュでした。参考になりましたら、グッドボタンお願いいたします。そして、チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォローも合わせてお願いいたします。以上です。